ダイナマイトの構造を A ニトログリセリンを染み込ませた汚学図。B 爆発物を包む保護層。C 雷管、D 雷管のコード。ダイナマイトはニトログリセリンを取材とする爆薬の総称、アルフレッド・ノーベルが最初に発明したのは、ニトログリセリンを低層度に染み込ませたものである。現代の日本においては、社団法人火薬学会の企画では6%を、 超えるニトロゲルを含有する爆薬の総称と規定されている。ノーベル1846年に発見されたニトログリセリンは鋭敏な爆発物で爆薬としての実用は困難であった。実用できる爆発物には多少の衝撃に反応せず、強磁劣化を起こしたり、化学変化を起こしたりしない安定性が必要となる。アルフレッドノーベルは1866年に ニトログリセリンを軽装度に染み込ませ安全化し、1、さらに雷管を発明して爆発のコントロールに成功した。1875年にはニトログリセリンと同様に爆薬である低消化メニ薬を混合してゲル状とし、軽装度を用いた時と同様に安定化するのに成功した。これはブラスチングゼラチンと呼ばれる発明品であり、 不活性物質である、軽装度の使用をやめ、爆薬の威力を高めるものであった。彼はこれらの製品を事業化し、多大な利益を得た。ダイナマイトという名前は、力を意味するギリシア語デルタニューアルファミューヨタに由来する、群馬の森に立つ、ダイナマイト発祥の地の日日本では明治に入ると、外国から輸入され、ビワコ素水の工事などで使用されていたが、 当時は貴重な外貨を消費して輸入される貴重品であった。日露戦争では大量のダイナマイトが使用され、旅順後遺戦における行動戦にて、ロシア軍の東京艦山北掘るよう 2300kg ものダイナマイトで吹き飛ばしたのが、初めての本格的な使用である。国産ダイナマイトの製造が始まったのは、群馬県岩花村に、東京方兵交渉岩花火薬製造所が、 作られてからである。1905年から製造が始まっている。東京砲兵工廠岩花火薬製造所の跡地は、現在では群馬の森になっており、ダイナマイト発祥の地と刻まれた記念碑が立っている。なおノーベルは本来は土木工事の安全性向上を目的として、ダイナマイトを発明したのであり、それが戦争に用いられたのはその意思に反していたという風文があるが、 実際にはノーベルにとってダイナマイトが戦争目的で使われることは想定内であった。むしろノーベルはダイナマイトのような破壊力の大きな兵器が扱われることでそれが戦争抑止力として働くことを期待した。歴史的にノーベルが発明した最初のダイナマイトで危険なニトログリセリンを軽層度に染み込ませて安全化した。軽層度は不活性物質で 爆力には不利である。これは後にブラスチングゼラチンに置き換えられ、低層度ダイナマイトはすでに100年近く作られていないが、今も法律用語として生きている。ニトログリセリンを賞賛うだと、木粉等の活性吸収剤に染み込ませたもので、綿薬を使用しない。ニトログリセリンの含有量を適宜変えて、各種の威力のダイナマイトが作れる。研究用途であり、産業用には使用されない。 現在の産業用ダイナマイトは、ニトロゲルに各種酸化剤と燃料を混合したもので、ニトロゲルのパーセンテージが高いと硬質になり、低いと粉状になる。目的、用途により各種製造されている。マツダイナマイトニトロゲルそのもののダイナマイト。ダイナマイトの中では、最大の威力を誇る。研究試験用など特殊用途以外には使用されない。桜ダイナマイト硬質ダイナマイトの一つ。 ニトロゲルに硝酸カリウムまたは硝酸ソーダを混合して作る。今日では産業用用途には用いられていない霧ダイナマイト硬質ダイナマイトの一つ。ニトロゲルに硝酸アンモニウムを混合して作る主力産業用ダイナマイトの一、新し霧、産キ霧等があるエノキダイナマイト硬質ダイナマイトの一つ。霧ダイナマイトを改良したもので硝酸アンモニウムの他に 硝酸カリウム、または硝酸ナトリウムを混合して爆発後ガスを抑し、口内用にも使用できる、二号絵の木が一般的である、梅ダイナマイト硬質ダイナマイトの一つ、霧ダイナマイトに、減熱消炎剤を加え、炭鉱内でメタンガスや炭純に着火しないようにした、検定化け薬、炭鉱屈伸用の主力ダイナマイトであったが、炭鉱の水備に伴い、使用量は激減した。 カツラダイナマイト硝酸アンモンを酸化剤とする、粉状ダイナマイト、非検定化剤薬、硝酸ダイナマイト粉状ダイナマイト、硝酸アンモンを酸化剤とし、減熱消炎剤を加えた、炭鉱鉱内容主力ダイナマイト、検定化薬、現在の使用量はわずかである、霧、エノキ、梅などには、製造会社や配合の小変化に伴いジロ、芯などの語を付け加えることが多い。 産業用ダイナマイトの多くは直径32または2 5ト、mm、ルの円柱状に成形し薬法紙で包み溶融パラフィンに浸しして外側に耐水、耐湿の被膜を作り保護する。粉状ダイナマイトは薬法紙ずつかポリエチレン袋に重点包装する。近来はニトログリセリンの一部がニトログリコールで置き換えられている。かつてニトログリコールは 不当ダイナマイトに少量を使用されたのであるが、現在は、石油化学の発達により、原料となるエチレングリコールが、天然油脂の加水分解によって得られるグリセリンよりも、安価に製造できるので、ニトログリコールの使用量が増した。炭鉱用以外のダイナマイトは、近年安価な岩水爆薬や安保爆薬に置き換えられている。ありがとうございます。